はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカギフトフェラーリセットを紹介します。はい、しっかり見ていきます。まず1台目は488スパイダーです。ボディカラーの方はブルートゥールでフランスって読むのかな、ブルーのメタリックのカラーになってます。で、すごく塗装の面がツヤがあってかっこいいね。で、フロントの部分見ていくとこんな感じだね。ベースモデルの488スパイダーと形は同じだけど、やっぱりこうやって見たらかっこいいね。で、ヘッドライトはクリアパーツで、スパイダーモデルになるのでこの部分のルーフがなくてオープンカーになってるね。で、このまま後ろの方まで見ていくと、この部分にフェラーリのプリントがしっかりされてます。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱり形もそうだけど、このボディカラーのツヤのこの感じがすごくいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。テールランプはレッドのクリアパーツになってて、フェラーリのエンブレムとかディフューザーの部分とかもしっかり作られてます。で、助手席側だね。で、やっぱりこの辺りの細かな部分の作り込みがかっこいいね。で、内装の方も見えてくるね。やっぱりオープンカーだと内装の部分がしっかり見えてかっこいいね。こんな感じになってます。で、裏の方はライセンスオブフェラーリって書いてあって、2018年の写真になってます。で、次のモデルが2代目だね。車種はラフェラーリで、ボディカラーはジアロモデナっていうのかな、イエローのボディカラーになってます。フロントの部分見ていくとこんな感じだね。やっぱりこのラフェラーリっていうのはすごくボディ形状が複雑なのにしっかり再現されてるよね。この辺りのエアフローの部分もかっこいいです。で、運転席側の側面はこんな感じだね。で、ボディカラーイエローでもこういうフェラーリのエンブレムはしっかりプリントされててはっきり見えるね。で、後ろの方はラフェラーリのリア周りはすごくかっこいいね。マフラーの部分とかディフューザーの部分とかもしっかり作られてます。テールランプはレッドのクリアパーツだね。で、助手席側はこんな感じだね。で、上の方を見ていくとこの部分がエンジンルームだね。中もしっかり作り込みがされてます。このモデルは通常版のレッドと初回特別仕様のブラックとのカラーバリエーションの違いかな。形は同じになってます。で、3代目がこれだね。車種はラフェラーリアペルダです。ボディカラーはロッソ交差って読むのかな、レッドのソリッドですごく光沢のある感じで綺麗な感じになってます。で、発売される前このホワイトのライン微妙かなと思ったけど、意外とこうやって見てみるとすごくかっこいいね。で、フロント周り見ていくとこんな感じだね。ラフェラーリ特有のこの複雑なボディ形状にこのホワイトのラインがアクセントになっててかっこいいです。で、このモデルはルーフがないね。オープンカーの仕様になってて中の内装もしっかり見えます。で、エンジンルームのところも通常品と同じくしっかり作られてるね。で、運転席側はこんな感じだね。レッドのボディカラーにフェラーリのエンブレムすごく似合ってるね。で、リア周りはフェラーリのエンブレムも中央にプリントされてて、ボディ形状もすごくかっこいい仕様になってます。で、助手席側を見るとこんな感じだね。で、ルーフの部分見ていくとこのリアの部分にもこのホワイトのラインがアクセントになってるんだね。このレッドのボディカラーにこのホワイトのアクセントっていうのがすごく似合っててかっこいいね。で、裏の方を見るとライセンスオブフェラーリってプリントされてあって、2018年の写真になってます。これはさっきのこのラフェラーリのイエローと車種は同じなのかな。
ソはね同じ写真になってます。で4台目がこれだね。車種は 488GTB だね。でボディカラーの方がビアンコアブスって読むのかな、ホワイトのソリッドのカラーになってます。でこれもすごく光沢感があってかっこいいね。でフロント周りはこんな感じだね。ホワイトだと特にこのエンブレムもはっきり見えてくるね。でルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。ボディ形状は通常版と同じかな。で運転席側はこんな感じになってて、リア周りはこんな感じだね。ホワイトのボディカラーだとこのシャーシの下の部分のディフューザーの部分とかもしっかりアクセントになってるね。で助手席側はこんな感じだね。で上の方から見るとやっぱりこの部分のエンジンルームのところがしっかり見えてくるね。でここにもフェラーリってプリントがしっかりされてます。でこのモデルはカラーバリエーションの違いかな。通常版のレッドと初回特別仕様のイエローだね。それにプラスホワイトっていう感じなのかな。で裏の方を見ていくとライセンスオブフェラーリ2018年のシャーシになってるね。これもさっきの488スパイダーのシャーシと同じなのかな。そうだね、スパイダーモデルになってもシャーシは同じになってます。はい、フェラーリセットの4台を並べてみました。すごく豪華な仕様だね。でどの車種もすごくかっこいいんだけど、個人的に一番良かったのはこのレッドのラフェラーリアペルタかな。ちょっともう一回ラフェラーリアペルタ見てみます。でこのラフェラーリアペルタってすごくかっこいいなと思ってインターネットで調べてみたら、ちゃんと実車として存在してるんだね。ラフェラーリアペルタっていう名前で、このホワイトのラインもしっかり再現されてました。箱の方は正面のパッケージにフェラーリモデルのイラストだね。でこの部分にフェラーリのエンブレムがプリントされてます。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってて、この部分にフェラーリのライセンスシールが貼られてあります。はい、今日はトミカギフトのフェラーリセット4台を紹介してみました。このトミカギフトはすごく満足度が高そうだね。誰もが手に入る通常版で発売されたっていうのが嬉しいね。発売日は結構店頭では品切れになってたけど、通常版なので再入荷されると思います。まだ手に入れてない方はチェックしてみてください。フェラーリのモデルが26年ぶりにトミカで復活したということもあって、今年はたくさんフェラーリのモデル発売されたね。カラーバリエーションだけじゃなくてスパイダーモデルっていうのも出て、すごくコレクターには幅が広がったね。だけどフェラーリの人気はすごすぎて入手するのが困難で大変な1年だったと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。